元井です。書評です。プロの条件、藤尾秀明さんの、本です。この本は5つの、短いお話があって、とても読みやすい、大人から子供を対象にした、自己啓発というのか、自分を磨くということに関していい話が5つ揃った、そういう感じの本です。とても薄い本なんですけれども、しかもハードカバーでごつく書いてあるんですね。だけど中身はこんなに、これは違うか、こんなに行間が空いて、ほとんど刺繍みたいな感じなんですね。なんでこういう風な作りになってるのかっていう説明もちゃんと書いてありまして、子どもの活字離れに対して、なんとかしたいと思ったので、すぐに読めて、ためになる話を集めたということらしいです。で、この本を、この本は 何冊、なんかの続編らしいんですけども、似たような本を前に出してて、その本を買って大人が読んで子供にもプレゼントしましたというような体験談が載ってるので、あ、なるほど、だからこんなにごつくて読みやすい本なんだなっていうふうにちょっと納得しました。内容はいいんですけれども、ただ内容が 薄くはない、濃いんだけれども量が少ないので、読書家にとってはちょっと物足りないなというふうに思います。1時間もあれば、1時間もかかんないでもうすぐ読んでしまうので、どうなのかなと。内容はとてもいいんですけれども、どういう内容かというと、自己啓発的な内容なんですけども、自分を発奮させるような、そういう、有名な人の言葉、元気になるような言葉が集められて、それについて解説してある、そういう感じの本です。例えばですね、社会教育科の田中真澄さんという方がいらっしゃるそうなんですけども、私は知らないんですけども、作家もされていっぱい本を書いてる方らしいんですけども、心構えについて面白いことを言ってました。心構えというのはどんなに磨いても毎日ゼロになる能力である。毎朝歯を磨くように心構えも毎朝磨き直さなければならない、なんていうことを言うんですね。なかなか鋭いことを言ってるんで、ちょっと、自分自身を振り返って、あ、ちょっと心構えを毎朝しっかりしなければなと、毎朝のディボーションと祈りと聖書の生活を心構えとしてやらなきゃなと、キリスト者的にちょっと考え直してみたりしました。それから二宮尊徳の話も出てきまして、二宮尊徳の言葉なんですけども、こういうこと言ってます。太陽の徳、広大なりといえども、芽を出さんとする念慮、育たんとする気力なきものは仕方なしっていうんですね。なので、自分の内側から湧き出るこう発奮力のようなことをちょっと、この本では力説しているというような感じの、本でした。こういう本をなかなか面白いので、もっと読んでみたいなというふうな気力にもなりましたけども、どうしても内容が、量が少ないので、いい本なんですけども、量が少ないのでちょっと物足りないです。でも、星は4つにします。以上です。